成敗していこう。本気でかっこいいって思ってんのか。ゲットレディ。いったー！ヤッホー！ほら！ダイナマイト系スーパーゴースト隠れてやった！交代だ。ゲロッ。ふっ、吹っ飛べ。どうだ、くらえ。どうだ、くらえ。吹っ飛べ。なんとかすな。前にくだらん話を持ち出すな。ごめんなさい。怒られちゃったな。貴様もだぞカカロット。戦いの前に気を緩めるんじゃない。すまねベジータ。来るぞ、目の前の敵に集中しろ。
さんはもう敵をお菓子にして食べないの？サタンと約束したからもうお菓子にはしない。人間をお菓子にしなくても美味しいお菓子いっぱいくれる。えへん、いいだろう。別に羨ましくなんかないし、美味しいお菓子なら俺なんて毎日飽きるほど食べてるぜ。ブーさんなんかよりもっともっといっぱい。そんなことない、サタンの方がいっぱいくれる。いや、俺のお菓子の方がいっぱいだね。サタン、俺こら、真面目にやりなさい。はい。カッ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 、怒られた怒られた。くそー、悪いのはブーさんなのに。こうなったらもっと大活躍しちゃってブーさんのこと見返してやる。 It's all or nothing! Fight it out! ヤッホー！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 この！ヤッホー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 ！この手大事だぞ！こっち！ヤッホー！おい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 あの女は気に入りませんが、今だけは感謝してあげましょうか。あなたたち二人を始末する絶好の機会を与えてくれたのですからね。ふん、始末するだと？それはこっちのセリフだ。ようやく貴様をこの手で叩き潰せるんだからな。いいでしょう、どうしても死にたいというのなら。ちょっと待った。何ですか、いきなり。カカロット、貴様邪魔をするな。いつの間にベジータが先に戦うことになったんだ。知るか、そんなことを。くだらんちゃちゃを入れるな。この前フリーザが来た時も貴様が邪魔をしたことを忘れたのか。あん時は悪かったって。でもあんするしか。いいから黙って引っ込んでいろ。それで貸し借りなしにしてやる。そんなこと言うんならさっき助けたんで、もうチャラじゃねえか。おめえが動けなくなってっときフリーザの攻撃から守ってやったろ。黙れ。貴様少しは遠慮を覚えたらどうだ。この間といい今といい、俺に最後まで全力で戦わせろ。そんなケチケチすんなって。ちょっとだけ先に戦わせてくれよ。わ、貴様のちょっとは当てにならん。いい加減に諦めろ。いい加減にしろ。この私を待たせて口喧嘩とは、いい度胸ですね。あなたたちのそういうところが忌々しくて仕方がないんですよ。そこまで戦いたいというのなら、二人まとめてかかってきなさい。私の手でひねり潰してやる。選手交代だ。少しはやるようだな。ほら驚いたぞ。今のおめえならこのザグどもめ。
お前たちに敗れたあの日から私はこの時を待ちわびていた。セルーク、何度蘇ってもお前は僕が倒してみせる。プロの力様、本当にあの孫悟空か。以前と雰囲気が違いすぎるわ。なんだって？そっか、ご飯が小さい頃にやられてっからでかくなったこと知らねえんだな。そういうことではない。あの頃も孫悟空にあったあのほとばしる力が感じられない。確かにその顔に面影はあるが、とても同一人物とは思えぬ。それはあちゃー、やっぱセルにはバレちまったか。ご飯のやつ勉強ばっかでずっと修行サボってたかな。なるほど、道理で力が衰えているわけだな。だから最近はちゃんと修行し直してるんだ。言い訳などいらない。これ以上私を失望させるな。戦いを楽しんでから息の根を止めてやろうと思っていたのだが、このままでは復讐の楽しみもなくなってしまう。どうしても力が出せないというなら、あの時のように貴様の怒りに火をつけてやるまでだ。Are you ready? Let's go! またあのブーと戦うことになるなんて思わなかったぞ。目はみんなの力借りて元気玉で倒しちまったかな。今回は自分だけの力で倒したすっか。カカロット、油断するな。こいつは他のクローンとは様子が違うぞ。そっか、ちげえなんかねえと思うけど。ならあれを見ろ。寝てやがる。竹の目に居眠りなんてよ。確かに他のクロンとは違うみてえだな。俺たちの前で居眠りとはふざけたやつだ。俺が叩き起こしてやる。起きたみてえだぞ。それにしてもあいつ、いちいちあれやんねえと叩けねえんかな。知るかそんなこと。面白い。今度は俺がこの手で倒してやる。こらだって負けねえかな。Don't!
受け止める勇気があるか。昔ピーピー泣いてたカカロットのガキじゃねえか。ずいぶんでかくなったが、それだけで俺様に勝てると思うなよ。別に成長しただけではないと思うんですけど、こう見えて一応修行は再開してるんですよ。俺が修行に付き合ってやっているとはいえ、ご飯、お前はまだ万全の状態じゃない。あんな奴のペースに乗せられるの。おいおい、サイヤ人がナメック星人なんかに鍛えてもらってるのか。まったく、サイヤ人のくせにそんな弱っちい奴を師匠にするとは。出来損ないの親父の息子はやっぱり出来損ないってことだな。なんだって。僕のことは何を言われてもいい。でも父さんや父さんを悪く言うのは許さないぞ。ならご飯、遠慮せず奴を叩きのめしてやる。はい、ピッコロさん。ゲットレディ、レッツゴー。父さん、大丈夫ですか。リンクについては理解したつもりだが、なんというか、やはり不思議な現象だな。お前のおかげで戦うことはできるが、他人任せというのはもどかしいものだ。まだこの状況にはなれないが、どうかこのまま俺たちに協力してほしい。ちゃんと姿を見るのは初めてだが、これがあのフリーザなのか。そこの地球人、私の凄さを理解しているようですね。ヤムちゃん、フリーザの本当の力、そんなもんじゃねえんだぜ。あいつが本気出すと、スーパーサイヤ人みてえに全身が金ピカになんだ。あなたたちサイヤ人と同じにしないでください。侵害です。そうだぞ悟空、失礼なこと言うんじゃない。スーパーサイヤ人以外にも金色のものはたくさんあるだろう。金メダルとかチャンピオンベルトとか、金色といえばナンバーワンの象徴だ。こういうもんか。驚きましたね、サイヤ人のお仲間にこんなに分別のある方がいるだなんて。そういう話はいいからさ、さっさと戦わねえか。おい悟空、せっかく俺が和やかなムードを作ったのに。私もあなたたちとの無駄話には嫌気がさしていたところです。二人まとめてこの場で消してあげましょう。ほら、フリーザもやる気みてえだしさ。もうどうでもいい。悟空、あいつをやっちまえ。
そう来なくちゃな。じゃあ行くぞ。その程度ですか。マキマパワー信号が ご先祖様、これは。これはまた随分禍々しい木じゃの。まるで今地球上にいるあらゆる戦士の木をかき集めたような。戦士の木を。あやつらが倒したはずのフリーザ、そしてセルという人造人間、特に魔人ブーの木に近いものが強く感じられるの。ブーまでぼやぼやしておると厄介なことになるかもしれん。そんな。まあこればっかりはなるようにしかなら、見守ることが神の本分。あやつらを信じるしかないの。頼みますよ、悟空さんたち。